皆さんこんにちは、ワンダフルユージです。では今回は大戦略鋼鉄の旋風日本軍プレイリベンジ続きをプレイしていきたいと思います。前回は春葉川と激戦ということでリベンジうまく果たすことができました。この前のこのステージに関しては残念ながら攻略できなかったので、うまくね攻略できて、まあ一歩進歩できたのかなというふうに思っています。このままね、アメリカ本土決戦のリベンジが果たせるようにしっかり各ユニットのレベリンググレードアップを行いながら攻略のを進めていきましょう。では今回のステージですね、見ていきたいと思いますが、真珠湾奇襲攻撃のステージになります。その前に開発のプランがいくつかアップデートされるようなので確認しておきましょう。まずは冷静の21型ですね。さらに救急の干爆、救難の観光というところが新しく入ってきてます。まあ、さらに、駆逐艦軽巡、重巡という流れから輸送船、軽空母、潜水艦ですね。まあ、正直言って駆逐艦の数はあんまり必要ないかなというのがアメリカ本土決戦まで前回進めた時の感想なので、まあ、航空戦力の充実を最優先にしていきたいと思います。では作戦の概要です。帝国海軍は空母6隻を機関とする連合艦隊により真珠湾に停泊中の米国太平洋艦隊へ奇襲攻撃をかけることとなった。まあ、皆さんご存知の有名な真珠湾奇襲攻撃というやつですね。では早速勝利条件から確認しておきましょう。10単位内に敵の司令部を撃破という内容です。まあ、ここはね、前回もうまく攻略できたところなので、まあ、サクッと進めていきましょう。はい、マップの方ですね。ここを見ておくと、空母加賀、赤城、蒼龍、飛龍、そして瑞鶴、昇格というところですね。戦艦としては混合型が2隻あります。まあ、せっかくなんでね、これらの艦隊をうまく使いながら戦っていきましょう。まずは生産ですね。冷戦を作るしかありませんので、冷戦作ります。まあ、割合は冷戦が、まあ、大体割合で言うと4割ぐらい。いいですかね。冷戦を4割作って、で、干爆を4割作ります。で、観光を2割作るという、まあ、これの割合を貫いていければいいのかなというふうに思ってます。このマップかなり特殊なマップになっていてですね、まあ、言ってみれば、航空ユニット以外は活躍の場がない、まあ、そういう場所になってますので、しっかり航空ユニットをね、作って、航空ユニットで、ここをね、攻略していきましょう。では、艦隊、南下させていきます。まあ、中継用に空母に関しては、点在させておくのがいいのかなと思いますが、まあ、まずはね、前進をしていきます。冷戦は確かに足が長いんですけども、そうは言ってもですね、やっぱり途中で空母で補給する必要というのは、まあ、当然出てきますので、まあ、そこをどこのタイミングでどれくらいの量、一度に補給させるかっていうのをしっかり計算入れてですね、空母の配置、気を配っていきましょう。さあ、冷戦ですね。これを先行させていますが、今のところまだ敵との遭遇はないですと言っていたところで敵発見しました。ここ入りにいるのはドントレスですね。まあ、ドントレスを撃墜しておいて、まあ、さらに敵後続で出てくると思いますので、それも冷戦でしっかり撃破しながら進んでいきましょう。冷戦はですね、約半分が機関砲を目に積んで、残り半分がですね、まあ軽い爆弾にはなりますけども、60キロの爆弾。これを積んだ状態で出撃させています。なので、できるだけドッグファイトをするのはですね、機関砲をいっぱい積んでるもので、ドッグファイトしていければいいかなと思いますね。では、冷戦を、侵入させていきましょう。ちょっと思い切って。ズバッと敵の司令部近くまで侵入しちゃいます。こんな感じですね。まあ、艦爆、艦砲の数もうちょっとこの後増やしていってもいいかもしれないですね。
とは敵の航空機が出てこれないようにしっかり飛行場の上空は抑えましょう。敵の数はまあ少ないに越したことはないですからね。出てこれないように飛行場の上空を抑える、まあ、これは確実に行っておきましょう。あとは観光の魚雷、これはむちゃくちゃ強力なんですけど一発しか撃てないので、やっぱり空母による補充ですね。これを受けられるように空母をどんどん前進進出させていきたいと思います。もうすでにですね、中継として置いていた空母なんですけども、まあ、彼らの出番と言えるようだ、まあ、本拠地司令部から発進していった航空隊の補給任務というのはもうすべてここで終わりかなと思いますので、止め置いておいた空母もこの後先行している空母に追いつくようなね、状況を作っていければいいかなと思いますね。前進させていきます。さあちょうど半分の5ターン目になりましたので、こっからはですね、いよいよ敵を撃破していく流れ、これを作っていきたいと思います。機関砲だけだとどうなんだろう、どれくらい攻撃通るのかっていうと全く攻撃ができないような状態かな。救急の艦爆で攻撃していくのが中心ですかね。こうなってくるとまあもうちょっと観光多くても良かったのかな、なんか前もそんなような話を言われてみればしたかなって気もするんですけど、この後冷戦はじゃあ敵あまり出てこなそうな状況を見て取れるので、思い切ってどうでしょう、全部爆弾に換装しますか。敵の戦艦をね、撃沈進めていますけども、冷戦に関しては一通り爆弾への感想をこの遺留送流というの甲板なんかを使いながらやっていきましょう。では先行していた艦爆隊、それで冷戦がたどり着いてますので、ここからですね、まあ、一気に敵艦隊を壊滅させていく、まあ、そういう動きを作っていきましょう。まあ、10ターン以内に壊滅させることができればそこで一つ大勝利という戦果が手に入りますので、まずはねそこを目指していこうかなと思います。それとまあちょっとでも多くの部隊をですねレベリングしていきたいという思いももちろんあるので、まあ、そこも考慮に入れながらですね積極的に攻撃を仕掛けて、その中で経験値やレベリング、さらにトレーニング、熟練度ですね、そういったものも上げていければいいかなと思います。冷戦もね小さいですけど60キロの爆弾積んでますからね。これで敵の数をね削っていきます。魚雷による観光攻撃ですね、これもぶちかましていきましょう。まあ、観光の魚雷攻撃は一発しか撃てないですけど、まあさすがに強力ですね。惚れ惚れするぐらい強力です。まあ本当だったらここにね戦艦も突入させて、あるいは戦艦による艦砲射撃、そういうものもね見せていきたいところなんですけど、出番がないぐらいにやっぱり観光強いですね。さあ第1波攻撃を終えて、残っている戦艦の数が5というところですね。敵の残っている戦艦が5です。
まあ、真珠湾奇襲攻撃、史実でやった時にはね、敵の空母は出払っていて、攻撃できなかったというのと、あとはまあ地上に丸出しだった燃料タンク、これはダミーだと判断して攻撃しなかったという説、まあいろいろあるんですけども、一つ言えるのは、南雲さんがもう一度第2波攻撃していれば、まあ太平洋艦隊をもう少し長い間、釘付けにできた、動かさせないことができたんじゃないかっていうふうに、どうも言われているようですよね。まあ、今回はここで徹底的に叩いておきましょう。まあ、残念ながらね、ここにも敵の空母はいないので、攻撃を空母にすることはできないんですけども、まあ、それでもできることは全てやっておこうというところです。今号が敵の戦艦を撃沈してまーす。ちょっと今雨が降ってるステージになっちゃってるので、どうでしょうね。攻撃がうまく入らない可能性はあるかなと思うんですけど。とはいえまだターン数で言うと7ターン目なので、ここで終わらせるにはちょっともったいない、早いのかなっていう感じもしちゃうんで、もうちょっと経験値稼ぎに奔走します。はい、では8ターン目に突入しました。ここも攻撃を仕掛けていきましょう。残ってる戦艦が3隻ですね。この3隻の戦艦をまあ撃沈しながらですね、残り、稼げるだけ、経験値と訓練値を取っていきたいと思います。できるだけ多くの部隊がね、経験値、あるいは、訓練値を高められるようにしていきます。まあ、その中でも優先度が高いのはやっぱり冷戦ですね。冷戦に関しては本当に優先度高く、ここは訓練値を取っていきたいところなんですけども、まあ取り逃しは嫌なので、まあ魚雷攻撃もある程度しっかり当てていきましょう。で、艦爆による爆撃も行って、敵の戦艦を落としていく。まあこの一連の作業ですね。さあ、とどめ、最後の一隻は、冷戦の爆弾で撃沈しまーす。これで残っているのが敵の司令部だけになりましたね。まあ、この司令部に対してもですね、まあ、できるだけ多くのユニットで攻撃をして、その中で訓練値、経験値、貯めていってもらいたいと思います。なので、まあ、ここからは主に冷戦ですかね。冷戦を出していって、少しずつ削って、みんな、ちょっとでも多く経験値取れるようにやっていきましょう。残り3ですね。まあ、完勝と言える結果です。全く問題ないです。アメリカ本土決戦のリベンジに向けて順調にここまで来てますね。米海軍の艦隊はね、壊滅させることができたという内容になります。太平洋上からアメリカ軍太平洋艦隊の脅威が当分なくなったという状況です。では今回少し短めですが、ここまでさせていただいて、次回以降またリベンジに向けてしっかりプレイの方をしていきたいと思います。